78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。ミュージックミュージックノーモアミュージックラジオカロス札幌 78.1。小雪のジャンボサワサワ、はい、始まりました。ちょっとまだ息が上がっておりますが、はい、今日は私がのぼーっとしておりまして申し訳ございませんでした。スタジオにセーフっていう風に入りましたけど、はい、剣士があの剣士だって分からなくて杉谷剣士が、はい、はい、退役退役退団だ、いや退団団団団のかい、うん、ファイターズを辞めちゃうのかな、うん、まあそこのところは難しいことは聞かなくて、一生ファイターズって言ってたのにね。だからどういう形で残るかはまだ定かではありませんが、11月の23日のファンフェスティバルまでには出ると思いますので、はい、我が札幌西後援会はですね、杉谷剣士の大応援団でして、はい、行くたびに周りの方たちに剣士の親戚ですかって言われるんですよね。そのぐらい全員あの杉谷っていうオレンジ色のカードを持って応援しております。はいはい、最後にみんなで掲げて送り出したいと思いますが、はい、ね、剣士長い間ありがとうございます。本当にね、実は本当やって著されてますけどね、うん、本当に頭のいい方で、そして気持ちの優しい方で、気配りのあるとてもいい子なんですよ、はい、とちょっと用意しました。はい、お知らせまで。小雪ちゃん、今日はすごく素敵なお洋服ありがとうございます。あのもう冬になったので冬物を新調しようと思いまして、はい、新しいお洋服を着て、はい、今日はいいですね。なんかそれに比べて私は夏服のようですが、軽い一応絹ですけどね、夏の絹ですねこれで。でもすごく素敵、いいね、キラキラ、うん、ありがとうございます、ね、いいな若いって。じゃあちょっと1曲目、若いっていいっていうことでもないんですが、はい、年寄りだって頑張ってますけどね。ただあの私が実はあの始めた彼女たち、これからかける曲ね、はい、スーパーパンツという3人組の方だったんですけど、もう今は解散なさっていらっしゃらないんですけど、なんかねすごく素敵だったのは、なんかこうハモってる時の気持ちとか、それから元気が出る今風の若い子たちだったんで、年は聞いたことがありませんが、はい、まずは一人はみんなのために聞いてください。スーパーパンツ。共に手をつなぎ歩き出そう。
っと久しぶりに聞きましたが、いい曲でしょ。はい、ね、すごいなんか励まされるというか、そうそう、すごくいい曲です ね、ね、で今杉谷拳士の話をこの曲の前に話しましたら、はい、今カロスさんの方から資料をいただきまして、はい、報道関係各位でファイターズからの杉谷拳士選手引退のお知らせというのを来るんですね。こういうのね、報道各社にね。ちょっとそれで拳士のコメントがありましたので、はい、読ませていただきます。プロ野球選手杉谷拳士を卒業して新たな人生を前進していくことに決めました。これまで僕に関わってくれた全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。これからは北海道のみならず全国の野球ファンに恩返しができるように力をつけたいと思います。14年間本当にありがとうございました。はい、ご苦労様です拳士君、はい、ね、まあ彼はテレビでもね時々いろんなことをやってくれてるので、はい、きっと人気者になると思いますが、うん、どこへ行っても元気いっぱいやってくれると思いますが、拳士西後援会忘れないでねそれでおばちゃん方、うん、ずっと孫だと思ってるし、うん、はい、みちるおばばは待ってますからねたまに北海道に戻ってきたら、うん、みんなでご飯食べましょうということで一応言っときました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、まあいろんな卒業式がありますけど、はい、はい、なんか読んでみましょうか、せっかくいらくださったので。はい、はい、番組にメッセージいただいてます、はい、ラジオネームアッキーさんからです。マヨンさん、小池さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。前回は寄席の敷居の低さを教えていただきありがとうございました肩にはまらない楽しみ方面白そうですね。いつか観覧チャレンジしてみます。そしてここで紹介される曲は趣がありますね。星巡りの歌は別の歌手の CD を持っていたこともあり懐かしく聞き返してみましたよ。季節の変わり目ですが、くれぐれもお体に気をつけて楽しい放送よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵ね、嬉しいですね。はい、そしてもう一ついただいております。ラジオネーム山チン須藤組さんからです。まゆさん、小池ちゃん、こんばんは。こんばんは。先月29日に笑福亭鶴瓶さんの大阪で行われた落語を友人と見に行きました。とても面白かったです。落語を見に行くのは人生初です。このラジオを通じて落語に興味を持ち行ってきました。ラジオではよく落語の放送をやってるので仕事中とかで聞いてるぐらいで、まさか見に行くとは。このラジオの影響力はすごいなと思いました。これから日に日に寒くなりますので、万葉さん、小池ちゃん、風邪などひかないように頑張ってくださいね、とのことです。いや、ありがとうございます。すごい嬉しいです ね、励みになって見に行ってくれる、はい、実際の、ね、落語ね、うん、鶴瓶さんのいいだろうね、うん、すごい嬉しいです ね、このラジオを通じてっていうのもすごく、そう、一人でも二人でもそうやって思っていたと思って、はい、すごい感謝で、うん、やってよかったね小池ちゃん、はい、嬉しいです、ね、じゃあそろそろ小池ちゃんもね、はい、落語デビューするために、はい、本格的に落語を習うそうですよ皆さん、はい、楽しみにしててください。いつかこの放送で小池ちゃんの落語を本格的に流せるように、はい、ちょっと頑張ってみようか、はい、頑張ります。で今日はですね、その小生一門の中でも、はい、スパイススパイスって言ってね、いつもねピリッとこうね胡椒のようにということで、小生胡椒、小さく笑うと書くんですが、はい、その方のスパイスの効いた落語、人生が二度あれば、これはねご自分で作ったのか どなたか作ったのかを話してるのかわからないんですが、はい、多分胡椒さんのためにある落語じゃないかなと思いますので、うん、ちょっと面白い胡椒さんらしい落語だと私は思いますので、はい、ぜひ皆様に聞いていただきたいと思います。小生胡椒、人生が二度あれば。続きましては小生一門のスパイス、小生胡椒でございます。私、小さく笑うと書きましてね、胡椒と読みますので、まあ、スパイスの胡椒のようにですね、皆様に笑いを振りかけさせていただきたいと思っておりますけども、
決して壊れている故障ではございませんので、ね、間違いないようにしていただきたいと思いますけど、まあ今日はね、ちびっ子がいらっしゃるということでございますけどね、まあ小さい子を見ると、七五三ね、ありましたですね、うん、七五三に行ってた時にね、子供が言ってましたね、まあまあ七五三ってさ、なんか水不足みたいだね水不足？え、何？飴が欲しい七五三っていうとね、こう写真撮影なんかありますけどもね、この前写真館に行ったらですね、男の子がまあまあ可愛い、もうね、スーツを着てるわけですよ、よく着されてですね、で最後ネクタイをこう締めるところになるとですね、急に泣き出すんですよ、男の子が、うん、やだーやだーって、どうしてどうして、可愛いわよ、やだー、まだ働きたくないよー感じがした、そんなこともいるわけでございますけどね、まあそんなこともいると思いますね、まあ、生意気なね、まあガキというかね、今日は違うんですよ、いろいろございますけどね、この前言われましたね、おじさん、健康なんか気をつけてる、まあまあいろいろ気をつけてるなって、あのさ、健康にさ、酢がいいの知ってる、もう酢ね、うん、黒酢とかそういうやつかな、飲んでる、いや、まあ飲んでない、ダメだな、僕なんか毎日飲んでるよ、あら、僕小学生なのに毎日酢飲んでるの、うん、カルピスおじさんさ、バーとか行ったりする、バー、いや最近ちょっとすきのはさ、コロナで、ダメだな、僕なんかさ、しょっちゅうバーに行くよ、バーに行くの君、うん、ロイヤルホストのさ、ドリンクバーあ、そうなんだ、で何飲んでるのって、んとさ、やっぱりさ、コップ一つ持ってオレンジジュース入れて、グレープジュース入れて、ウーロン茶入れて、コーラ入れて、こうって混ぜて、これが本当のミックスジュース美味しいの、苦い青汁だこれがさ、大人の味なんだよ、なんてね、こういう生意気な子もいるんですけどね、まあ、可愛い女の子もいます、お店に行きますとね、まあまあ、なに、お花屋さんみたいね、お花屋さん、だってバラとか桜とか桃って書いてあるじゃん、お肉屋さんだったんですねああなるほどね、桜肉、桃肉、バラ肉、かわいいですよね、まあ、そういうかわいい女の子もいるかと思うとですね、こんな女の子もいましたね、あ、すいません、お肉屋さん、これね、一番安いひき肉ください、あ、奥さん、これもいいんですけど、今日ね、このお肉特売になってますから、もうちょっと高いですけど、これすごくおすすめですよ、いいのいいの、一番安いやつでいいから、いや、そんなことない、これ特売のいいやつある、いや、いいの、一番安いのでいいの、うちのワンちゃんにあげるやつだからあ、そうですか、犬にあげるんだったらね、それはいいかもしれないですね、じゃあ安いやつで、まあ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 、何、うち犬いないよまあまあ、この美味しそうなハムが食べたいから買って、ダメ、今日はハンバーグだからひき肉なの、あー、このハムが食べたい、買ってよ、ダメ、今日はひき肉なの、あー、ハムがいいよ、ハム、もうこの子ったらハム買う気スパイスまあこんなことがあったりするわけですけどね、まあ、子供の頃に戻ったらしたいな、こうしたいなんてね、ことも考えたりするわけですけども、まあ、なかなかね、どうなんでしょうかね、まあ、これは一人のお年寄り、何が悲しかったんでしょうか、目からポロ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 涙をこぼしながら泣いておりまして、わしってなんで泣いてたんだろう、わかんなくなっちゃった、あー、いかんいかんいかん、こうやってうちに黙ってぼーっとしているとボケてしまう、ちょっと気分転換に外でも出かけようか、あー、この辺りもな、
家がいっぱい建ったな。ああ、引っ越してきた頃は何にもなかったけれどもな。ああ、駅までの一本道、遅刻しそうになってよく走ったもんだ。ああ、走ったら15分ぐらいで着いたな。今だと歩くと2時間半かかる。走ってみるかな。昔みたいにやってみるかな。よーいと。死んでしまう。5メーターしか走ってない。ダメだダメだ。急な運動はかえって体に良くない。そうだな。本に書いてあったら、指先を使う仕事は体に置けない。指先を使うことなんかなかなかないからな。指先はもうなかなか使うことないな。本に書いてあったら、何にでも興味を持つと置けない。何にでも興味を持とうか。ありだ。いかん。何にでも興味を持たなくては。ありさん。アリさんはどこ行くのかな。アリさんはどこ行くの。アリさん子供たちついてくるな。あっち行きなさい。まあ、ボケじゃないわ。もう行かないとボケって言われてしまう。ダメだ。あ、もういいやいいや、家帰ろう、新聞でも見るか。何、明日は氷点下1度。いかん、何にでも興味を持たなくて。何？明日は氷点下1度？次の記事。何？ライトマンが署名衝突？次の記事。小生おはこさんが人間国宝。世も末じゃな。まあ新聞なんかどうでもいいな。ああそうだこれだこれだ。盆栽でもいじるかな。もうな、若い頃は随分年寄りじみた趣味だなって言われたけれども、今となったらちょうどいいわ。ああ、それにしても随分集めたな、これ。随分集めたけど、やっぱりお前が一番可愛いわ。たまに古典の手法も使わない。バカにするやつ。一番最初に買ったやつだからな。なんか手入れの仕方もわからなくて、ほんと随分もう変な形で、もうブサイクだけど、お前が一番可愛い。まあそれにしてもな、今までいろんなことがあったな。ああすればよかった、こうすればよかったなんてこともいっぱいあったけれども、そういえばおちおちゃんどうしてるかな。よく行く飲み屋でおちおちゃん可愛かったな。白くて綺麗な手でお酌してくれて、急な仕事の転勤でうちを引っ越すとき、おちおちゃん駅のまで見送りに来てくれたんだよな。列車が動き出す、おちおちゃんがホームで走り出す、なんか叫んでたんだよな。なんて言ってたんだろう。今だったら携帯電話でさっきのよう何聞けたんだけど、あの時はそのままだ。ああ、おちおちゃんと結婚してたらな。それに比べて今のばあさんなんてもう何の生き物だか分かんない。おちおちゃんと結婚してたら人生が二度あればな。子供の頃も楽しかったな。ああ、原っぱで毎日走り回ってたな。もしかして一番楽しかったかもしれない。それに比べて今の子供なんかテレビの前にクニ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 足の小指をぶつけて痛がってるうちに間に合わなかった。財産も全部兄弟に持っていかれちゃった。間に合ってればな、全部財産は全部お前に得るなんて言われてたかもしれない。騙されたのかもしれない。
人生が二度あればな。それにしてもお前も俺も年ばかり重ねてちっとも大きくならんな。まあお前ばかりはわしが毎日こうやって手入れするから大きくなるようもないがな。この時自分の人生と可愛がっていたボートサイト、何かオーバーラップするものがあったのでしょうか。このお年寄りの目から涙がポロポロッと落ちると松の実にポトッと落ちました。するとあたりがパーッと真っ白になりまして、チーズチーズチーズ、なんだ君、一体出てきて何者なんだ。松の誠っす。え、松の誠です自分。いや、さっきからなんか話聞いてたらなんかかわいそうになっちゃって、いろいろお世話になっちゃったし、だからなんかね、願い事叶えてやろうかななんて思って、そんな感じで出てきたって感じ。そんな感じの俺いや、楽しい。ダメじゃない、人のうちに勝手に入ってきて、あ、早く出てきなさい。いや、さっきからなんか昔に戻りたいなって言ってなかったかななんて思ったりなんかして、だったら昔に返してあげようかななんて思ったりして、ここに松ぼっくりがあるから、この松ぼっくりをかじりながら昔に帰りたいとか思ってたら、昔に戻れたりなんかしちゃったりなんかしてなんかしてて、やってみたらいいんじゃないかなと思ったりなんかするわけ。そんな感じで、俺、やかましい、貸しなさいの。あれ、あれ、いなくなっちゃった。この松ぼっくり、まあ、ダメでもいいね、やってみるか。え、なんだって、昔のことに戻りたいって思いながら走れば昔に戻れる。じゃあ、はあ、おちおちゃんに会いたい。おちおちゃん、よし、おちおちゃんに会いたい、おちおちゃんに会いたい、わくわく。あ、こわ、列車だ、あ、列車が走り出す、あ、おちおちゃん、ほぼ、あ、なんか叫んでる、聞こえねえ、聞こえねえ。わしは今補聴器という便利なものを持ってる。よし、聞いてみよう。え、なんて言ってるんだい。つけまけは払ってやって。だよ、もう色っぽくもなんともねえじゃないか、もう。もういいや、いいや、そんなことはどうでもいいんだよ。よしよし、あの頃、あの頃、子供の頃に帰りたい、子供の頃に帰ると、よし、子供の頃、腹っぱに俺ら腹っぱだよ。うわ、あ、友達もたくさんいる。あ、よーし、こういう時は棒を拾って意味もなく雑草をなぎ倒しながら走り回るんだ。わー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 、つまらん。何が面白かったんだと思った。子供たちの方が絶対楽しいよ、本当に。そうだそうだそうだ、母さんに会いたい、母さんに会いたい、母さんに会いたい、あの時のうち、あ、電報、あ、はがきとか、あ、そうだそうだ、よーし、お母さんに会いに行くぞ、急げ急げ、支度をして、あ、そうだそうだ、この柱にぶつかってる、間に合わなかったんだ、よし、避けてよ、大丈夫大丈夫、間に合った、え、母さん大丈夫、あー、お前か、よく来てくれた。母さん、しっかりして。あ、母さん、大丈夫。あ、お前にな、言わなきゃいけないことがあるんだ。何？それは財産のことだ。財産、どういうふうに分ければいいの？財産はな、お前には1円もやれ。え、どうしてだよ。お前はな、父さんの子じゃないんだ。え、そうなの？じゃ、誰の子なんだよ。それはな、ガク。おい、なんだよ、人生になったってダメじゃないかよ。もう1回しかないから楽しまなきゃいけないんだよ。2回あったってダメじゃないかよ。なんで泣いてるの？うまいね。面白かったです。ついつい聞いてしまってて、もう想像してしまっていた、ね、聞き入ってしまいましたね。うん、人生が二度あればっていう話ですね。二度
あっても何でしょうね、今がある人生がやっぱり一番なのかもね経験値がね、うんうん、やっぱり自分を形作っていくとは思うんだけど、はい、いつも思うよね、ゴルフ行って失敗した時、うんうん、あそこにもう一度とかね、うんうん、OB ですね、OB だった時もう一度とかってなるじゃない、うん、で失敗したり叱られた時に、うん、あこうしておけばよかったとか、はい、ああしておけばよかったとか、うん、そんなのばっかりだね ね、でもだからこそいいのかな、うん、だからこそなんか人としても成長できてるんだろうなって思いますよね。また大人だね。ねえ、こうですよ皆さん、小雪ちゃんおばばより大人なのでもそれすごく嬉しくてね、そうだよね、いろんなことをやりながら、小雪ちゃんはこれからそのいろんなことをやっていく若い世代ですけど、はいはい、将来は一体どんな風になりたいの？なんか明確にこうなりたいっていうのは今はまだないんですけど、うん、今いろいろなことを本当にやらさせていただいてるので、それはどっかを極めてその道のスペシャリストになりたいなと思ってます。その道のスペシャリスト、うん、なんか そうです、私自身こう憧れてこの世界に入ってきたので。あ、アイドルの？はい、そうです。だから逆に私も憧れを持ってもらえるような、うん、私もそうなりたいって思ってもらえるような人にはなりたいなっていうのはありますね。あ、そうだね。もう本当にたくさんのアイドルさんがいらっしゃるけど、はい、それぞれいろんな風にね活躍なさってるけど、正直ね、もう私はアイドルさんの顔全員同じに見えるの、はい、男も女も、うん、ジャニーズ系もなんか BTG だか GTP だかBCG だか分からない人だともうみんな同じ顔に見えるのねごめんいやそうなんだよねでね、やっぱりなんかこう特徴のある人とは違うものが私好きなのでね、まあ偏屈なのかへそ曲がりなのか、でもそれがいいというわけではなくてね、意に沿わないものとかそういうのがそれぞれあるんだろうけど、きっとあれだね、落語ができるアイドルまずいないでしょ。そうです ね、それから、いつも読んでいただくこの時間のポエム、はい、これも素敵だしね、きっと才能、作家のアイドルもいいね、まあ、作家のアイドルはなんとなくこの頃芸能人でもたくさんいろいろね、いらっしゃるんで ね、本読む方とかね、優れた方もいらっしゃるのであれなんだけど、同じ作家でもね落語的うん、これね面白いね。いや小翔さんの面白かったね。ついつい私ね本当聞き入ってしまっててねなんか全然落語のことをこう一生懸命考えていて、うん、ね、うちの寄席ってすごいなって自分で言ったら笑われるけどね、ちょっと嬉しかった、うんうん、本当にみんなすごくなったなと思って、うん、ぜひ、はい、高い敷居ではない低い敷居のね、ぜひいらしてほしいよね、はい、で大阪に行かれなくてももしよかったら、うん、北海道の札幌ことに来て、はい、ね、来てくださってね見に来てくだされば、小雪ちゃんの落語を見に来ましたと言ってくれたら一番いいね、うん、嬉しいです ね、そうなりたいです。なりたいですね本当になんか夢がどんどん広がっていきます。はい、あ、なんかじゃあ今日のポエムをちょっと読んでください。はい、はい、その前に番組にもう一つメッセージが来てるのでご紹介させていただきます。はい、どうぞよろしく。まんよんさん、こんきちゃん、はじめまして、ヤマニンと申します。はい、落語にはあまり詳しくはないのですが毎回密かに聞いていました。ところで先ほどかかっていたスーパーパンツ懐かしいですね、うん、私も彼女たちの歌をよく聞いていました。メンバーの一人は昔カロスで番組アシスタントとして活躍されていたのを思い出しましたよ、はい、おしゃべりもうまかったな、うん、とことです。ありがとうございます。そうそう、ね、すごくね、そうだ、私もカロスに昔ね、まあ、いた時にちょうど会っていたり、はい、いろんなところで いろんな出会いが 彼女たちとあったりね、ちょっとフェイスブックでもつながっていて、うん、その状況がわかるのでね、うんうん、よろしかったらフェイスブックを見て探してみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね、こうやっていただくと ね、はい、ね、聞いてるのかな私ね、実は沖縄に毎年ね、ファイターズ関係でこの十何年間行ってたんですけど、はい、その沖縄にコトニにいたイタリアン料理のレストランのシェフが、はい、
素敵な方がもうあちらの方に移り住んでて、なんと今なんだっけ、沖縄のラジオ局有名なやつに月曜日の8時から出ておりまして、昨日こうYouTube というかあれで見まして、菊池良二さんっていうんですけどね、見てねったら道枝さんのも聞いてますよっていう、感じが来てたので、これすごいね時代ね、コミュニティラジオでさ、エリアが何キロね、何十キロしか聞けないラジオを日本で聞けて沖縄で聞けるんだよ、ちょっと時間タイムログがあるけどね、そして世界中に発信できる、これってすごい進歩だね、ね、だからね、良二さん聞いてくれたら嬉しいね、はい、今度沖縄の読谷ってありますよね、読谷 FM、FM 読谷、そうだ今度ね沖縄に来年はもう一回行くので、はい、行った時にちょっと立ち寄ってこようかな、ね、で読谷からカロスに向けての放送っていうのもやってみますか確かにすごい、ね、いいです ね、 そうですね、なんかそんな感じでつながりができるとね、面白いね、はい、じゃあポエムいってください。はい、だんだんと冬が近づいてきましたね。冬が近づくと私はとっても楽しみなことが一つあります。それは星を見ることです。星は年中見ることができるのですが、冬の星は個人的にどの季節よりも美しく夜の空を明るく照らしてくれてると思います。冬の星が綺麗に見える理由は様々あるそうで、夜の時間が長いことだったり、空気が澄んでいたり、星の中でもキラキラと輝きを放つ一等星が多かったりなど、理由はたくさんあるそうです。私は星が小さな頃から大好きで、夜になると空を見上げて一番星を探していました。星をつなげて星座を見つけて、暗闇の中で輝く星が大好きでした。星は私たちをも照らしてくれます。つまずいた時や落ち込んだ時、ついつい下を向いてしまいますが、そんな時こそ空を見上げてみてほしいです。たとえどんな暗闇でも、星はそこで変わらずずっと輝いて私たちのことを見守ってくれています。星が綺麗に見える時期が近づいてきた今、空を見上げてみてください。ほら、綺麗な空、綺麗な星が広がって見えるでしょ。ありがとうございます。キャーキャーそう、夜空の星ね、はい、うちの娘がね、実はいるんですけどね、はい、あなたの倍以上の年なのでなんですけど、その10代中学生の頃、はい、知ってる人いるかな、大草原のみゆきちゃんという HBC かなのね、番組で放送されていたみゆきちゃんがね、はい、実はね、お父様が小樽の出身 で、うん、で小樽のお家におじいちゃんとおばあちゃんがいらっしゃってね、中学校は自分で好きなとこ行きなさいって言って小樽で中学生の時来てたんです、はい、でその時の同級生だったんですよ、うちの娘、うん、でその時にその彼女がいる中標津でしたか、あっちの方に夏休みに2年間ぐらい続けて一緒に行って、うん、何がすごいってね、はい、その何もない真っ暗なその牧場の中で見た星がすごい自分の人生の中で最高のプラネタリウム、はい、ああいいなと思ってね、星って、うん、こう私も時々若い時は銭箱の海に行って星空を見て目を直し、いやそうなのよ、星空を見るとね、近視とか治りやすいので、皆さんぜひ動体視力を戻すためには、夜の星をあまり明るくないところに行って夜の星を探す仕草で、上下左右縦横斜めに目を動かしてください。動体視力はある程度戻ります。はい、今の子たちスマホばっかし見てるから。そうですねでその星空ってね、前に話したでしょ、私、はい、旦那さんのプレゼントが望遠鏡だったっていう、うん、それでね、本当に星は大好きで、はい、もう宇宙船に乗ってね、スタートレックじゃないけどさ、宇宙を駆け巡るようなことばっかり考えてたけど、この頃はね、本当に
ミクロの消し剣もそうだったんだけど、まあわからないだろうね、きっと見たことないでしょ、ミクロの消し剣って。あの人間の中の血管にミクロになって、うん、あの潜水艦みたいに乗ってね、中に入って病巣をね、あの病を治すと治しに行くっていうのかな、なんかそんな感じの SF だったんだけど、それとこの間うちにあの講演にしてくれた北大の大学院の生徒かな、はい、あのアルジェリアの女子学生が絵を描いたりするんだけど、工学科の女性なのね。そして自分のポリシーがその絵は宇宙で、生き様が宇宙で、工学科だからほら物を作るじゃない、うん、でそれは宇宙だって。だからミクロもマクロも宇宙も全て単位が同じっていうか、感覚がね、人間は本当の微粒子でできてるっていう、そんな感じの話の講演会をうちの大和屋でしてくれたり、うん、すごく素敵な絵を描く、とても綺麗な女性なんだけど、うん、だから価値観とかさ、物の見方ってやっぱり星ってさ、想像力がかき割ってくるよ ね、はい、ね、星を見ましょう、目をよくしようスマホを離れよう、あ違うか、この頃一番私がくっついてるかもしれない。でも自然に触れるってやっぱりいいですよ ね、あのそしていろんなことを話すんだけど、今日ね2曲目にかける曲は、はい、実は藤垣さんといって西区民センターの館長さんだった人で、あの実は超有名なギタリストなのね、はい、クラシックギタリスト、コンクールでも優勝している、はい、すごい人なんですけど、その方が私にくださった CD があって、はい、ジャパニーズソングフォークソング桜っていうような表題がついてる一曲があってね、これで多分彼が賞を取ったかどうかは分からないけれども、クラシックギターなんてほらあまり聞くことないでしょ、はい、ないです、ね、だから面白いスーパーマンツと一緒で、私の周りは本当に素敵な方たちがいっぱいいます、ね、え、じゃあそのちょっと桜を聞いてください。
敵でしょう、はい、私桜はお琴の演奏で聞いたことあったんですけど、ね、はい、クラシックギターでの演奏初めて聞いて、ね、音の重なり方とかすごい綺麗だなと思って。いやすごいね。いや、うん、腕も確かにすごい、ギターもいい、うん、実はうちで弾いてくださった時に1000万円のギターを持ってきてくださって、1000万のギターですかって。すごい。で、一緒にうちのお客様で ね、ギターが好きな方がいらっしゃって、はい、触らせてくださって弾かせてくださったんだけど、はい、弾けなかったです。そのチューニングの仕方が全然違って。だから、いや本当にね、いや綺麗な音だね、すごい綺麗です、ね、私もいろいろおさむちゃんとかね、川手さんとか私 いっぱい知ってるけど、皆さんとても上手なんだけど、この桜はねちょっと必見かな、うん、今ちょっと初めて聞いたけど、これもう少し長いんで、はい、今度またゆっくりね皆さんにお伺いすることがあると思いますが、はい、今またメールいただきました。はい、ありがとうございます、ね、読んでください。はい、こんばんは。11月1日番組お疲れ様です。いつもへ会議に行った神様たちが帰ってきましたね。先日大和屋さんの近くのイタリアンで食事をしました。マスター一人でやっています。そのマスター以前師匠とことに主催の講演会でご一緒したそうですよ。落語楽しんでいますよ。渡辺えり子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。誰だろうご一緒したそうです ね、はい、なんか師匠もね長く北海道にいらしてて、うん、もうそうだよね、北海道の方が長くなったんじゃない、人生の中で、うん、出雲の松江の出身でございますが、はい、いや本当に落語を通していろいろ自分の人生も少し変わってきたので、はい、なんかつながっていってくれればいいなと思います、はい、いや面白かったね今日の小翔さん、本当に、はい、面白かったね、スパイス、スパイス、ね、本当にいつもねこの番組、こう伸ばして伸ばして引き伸ばして、まずそば打ちのように伸ばしてるんですけどねまあうどんか伸ばすのすいません。じゃあシェアしますか。はい、じゃあありがとうございます。ではまいよ小雪のジャンボサワサワ、おやすみなさい。